トマス・ベケットの葬儀前半生は、ヘンリー2世のもとで大法官を務めたが、カンタベリー大司教になって後、クラレンドン法に対しては、強硬に反対した。最後は、騎士4名により、カンタベリー大聖堂内で惨殺されたが、そのことで殉教者として、敬虔な民衆の尊数を集め、ヘンリー2世は妥協せざるを得なくなったクラレンドン法は、1164年に、 イングランド国王ヘンリー2世によって制定された一連の立法上の手続きのことで、主に教会の管轄領域に対しての立法制定を指す。この法は、教会と世俗法の領域への王権の拡大をもたらし、ヘンリー2世の知性に見られた王権の拡大の一部分を成した。この時代、イングランドでは、大陸とは異なる、独自の法官衆がすでに一定の定着を見ていたが、 一方で、若い聖職者たちがイタリアに留学して持ち帰った、教会法も取り入れられていた。イングランド土着の法官衆と教会法の間では、最低や制度にかなりの相違があった上、教会法では最終的に教皇が上訴を受け入れることになっていた。ために、裁判権を確立したい王権との間に摩擦が生じた。同時に、教会法に基づく裁判では、 裁判手数料が、教会に納められていたことや、教会書料についても、教会法での裁判が行われていたために、この点でも、裁判制度の一元化を目指す王権にとって、障害であった。そのため、ヘンリー2世が、王権の拡大を目指していけば、いずれはこの教会法との衝突を避けられず、その結果が、クラレンドン法と呼ばれる一連の立法であった。 立法の当初の目的は、堕落した聖職者の問題に対処することだった。すなわち重罪を犯したにもかかわらず、教会裁判所で審議を受けたがために、厳罰を免れた聖職者について非難が上がり、論争となっていたのである。王が主催する一般の法廷とは異なり、聖職者の犯罪は特別な教会裁判所で裁かれたが、 教会裁判所の判決は、王の法廷より緩いものであった。聖職者による殺人については、教会裁判の判決では、多くの場合、被告から誠意を剥奪するのみで終わったのに対し、王の法廷では、殺人罪に対して、死罪か残罪という重い罰則が適用された。この問題に対し、ヘンリー二世は、 クラレンドン法で、教会裁判所が聖職者を裁判し、誠意を剥奪した場合、教会はすでにこの犯罪を犯した元聖職者を保護すべきでなく、さらに王の法廷でこの元聖職者を罰することができると定めることによって、この問題を解決しようとした。これに対し、当時のカンタベリー外司教であったトマス・ベケットは、特に堕落した聖職者に関する条項に強い反発を示した。 ベッケットは、どのような人物に対してであれ、同一犯罪に対し二度も、罰則を課すことは、二重の危険に他ならないとした。この、ベッケットの批判に対し、ヘンリー二世は、ベッケットとその親族の追放で応じた。しかし、教皇がこの法に対して否定的な見解を、表明するまで、イングランドの大部分の司教はこの条項に関して、合意していた。激烈な論争の末、 1170年12月29日に、ベケットは殺害された。このことによってベケットは殉教者として、大変な損数を集めるようになったので、王は教会に妥協せざるを得なくなり、反逆罪で告発された、以外の聖職者は、教会裁判所で裁かれることが改めて定められ、クラレンドン法の条項の多くも廃止されたが、その残りは、法官衆として定着した。 国王裁判所の活動が活発化することにより、世俗の領域と宗教の領域との間に一線が引かれるようになったと評価できる。FW メートランド、イングランド憲法史総文社、1981年、P16。ありがとうございます。